ブレルはアルバニアの都市。首都ティラナから 91km 離れた場所に位置し、マト県の行政的な中心都市である。ブレルにあるゾグ一世の像2011年の国勢調査による人口は17,751人で、アルバニアでは21番目に位置する都市である。ブレルはアルバニアでは大きな地区の一つで、アルバニア人の間では スカンデルベグで知られるジェルジ・カストリオ・ティアその父親の王の土地として知られており、スカンデルベグはそこに生まれた。彼は世襲の的が含まれていた、エピラス地方の君主であった。他に、ブレル出身で有名な人物には、最初のアルバニア王国の国王であった、ゾグ一世がいる。アルバニア社会主義人民共和国の時代にブレルは炭鉱の町であったが、現在では閉山し、 ペロクロムの工場は今でもブレルの近くで創業している。コソボ紛争時、ブレルの近くには2000人の難民キャンプがあった。ブレルには共産主義時代の最も恐ろしい刑事犯や政治犯を収容する刑務所があり、バシュキムシェフやファトスル・ボニャ、カトリックの失祭であるドムサイモン・ジュバニラが収容されていた。他に著名な収容者にはピエトル・アルブノリがおり、後に アルバニア議会のメンバーとなっている。アルブノリはバルカンのマンデラとして知られ、28年間にわたり拘束されており、それは共産主義時代のアルバニアの強制収容所の一つであった。KS バーグライはブレルを拠点とするサッカークラブで、ホームのブレルスタジアムは2500人が収容できる。百五十二年に KS31 コーリークバルとして創設され、 アルバニアの一部リーグに初めて参戦したのは1982年であった。2006から2007年も一部リーグに参戦していた。ありがとうございます。